中沢博光による温泉スケッチです。中沢博光は1874年生まれ、明治から昭和期にかけて活躍した洋画家です。2013年には横浜で生誕140周年を記念して中沢博光展も行われました。彼は東京芝で生まれ、東京美術学校を修了した後に黒田清輝に師事し、白馬会に参加、同展覧会に出品を続けました。戦後も意欲的に創作を続け、1957年には文化功労者に選ばれています。中沢の代表作は明治42年第3回文展で最高賞を受賞した思い出です。中沢は祖母の影響で国文学に通じており、物語から着想した作品も多くあります。この作品は光明皇后が法華寺を建立する際に観音を見たという故事にちなんだとされています。印刷が発達した出版事業が盛んになると、多くの画家が本の装丁や挿絵を手掛けるようになり、中沢も優れたデザインを残しています。1900年、与謝野鉄幹が雑誌明星を創刊すると、中沢は口絵を担当しました。鉄幹の妻、与謝野晶子の装丁も数多く手掛け、晶子の大作「新約源氏物語」では全3巻4冊の装丁と挿絵を全て手掛けました。中沢は大変な旅好きで、青森から九州まで著名な観光地だけでなく、人里離れた山里や海沿いにも足を運び、日本の美を描きました。旅先の京都で出会った舞妓は中沢の主要なモチーフとなり、舞妓の画家と称されるようになったほどです。また旅を続ける中沢にとって何よりもの癒しとなり、魅力的なテーマであったのが日本各地の温泉です。ひなびた温泉地の景色や湯に浸かる女性の姿、湯治場の風俗などが多数描かれています。田山堅衛と教書で温泉のガイドブックも刊行しています。欧州や朝鮮、中国にも出かけ、骨董品も収集していました。中沢の絵画には背景やモチーフに収集した品々が描かれている作品もあります。90歳を迎えた最後の年まで中沢の旅は続き、突然体調を崩し入院すると、老衰で眠るように息を引き取りました。Thank you.